前8時15分、広島に原爆が投下された。毎年行ってるからみんなは知ってると思うが、これからみんなには黙祷をしてもらう。おい堀内、黙祷は何でやるか知ってるか？生きていく世界。生きるってことは生きてます。あなたはどう生きるのか、なんで生きるか。僕にとって生きるとは、3月11日でそういう気がしなかったから今日生きてるなって、そんな気しなかったから、なんか震災がそういう風に思うようになってきた。幸せと感じる瞬間。スマホで楽しいことを見て、芸術の映画が一人で